おいおい、今随分と派手に投げられてたな。悪い、まだ加減ができなくてよ。大丈夫か？え、俺がやられてんの？なんで俺が投げられてんだエレンに。大丈夫じゃないよ。見たことない技だった。そうだね、まず技を見てないからな。見てなかった。うん、すごく痛い。いや、すごく痛いにしとこうか。いや、技にしとこう。技の方にあれしよう。うん、興味を示そう。訓練じゃ習ってねえからな。っていうか俺も習ったわけじゃないっていうか。兄から教わったのか？もともとは兄の技なんだ、うん、あいつ時々見たこともねえような動きすんだろ。ただね、2だとそこの描写ないからな。1だとあるんだけどね。この技が得得できたならきっと強くなれる。もしかしてお前もこの技に興味あんのか？いや、もちろんだよ。ならちょっと兄んところ行ってみるぞ。ちょっと待って、それ俺また投げられるパティーンじゃないのそれ。絶対そうでしょ。また俺投げられるよ。うわ、ほら、これちょっと兄だろこれ。なんのよ。てか俺兄よりでけえんだな。せなあ、お前の格闘術もう少し教えてほしいんだけど。できるようになりたきゃ自分で見て学んだらどう？自分の目で確かめろと。やってみせて。あ、いいね俺ね。いいよ。さあですよね。もう言っていいかい？ちょっと待って、この寝方はねえでしょ。完全にもう俺死んでますやん。おす、棺の中の人間じゃねえんだからよそれ。勘弁してくれよ。ほんでこの寝方は。おい、大丈夫か？大丈夫じゃねえよ、見てみろよく。ちょっともう意識すらねえよ。まったく兄のやつ何考えてやがんだ。あいつは兵士として協調性が足りなすぎる。いや、じわじわ来てるわ今この格好で倒れてることが。ああ確かに兄って正直何考えてんのか分かんねえところがあるよな。エレンもあなたも兄には注意した方がいい。